こんにちは、こんばんは。髪のお悩み解決チャンネル、美容師の菊池です。今回は詐欺美容師撲滅、正しい美容師の見分け方というテーマでお送りしていきます。やったー、インスタで人気の美容師さんの予約がついに取れたーとウキウキで来店したにもかかわらず、全然満足する髪型、髪色にならなかった。美容師さんにひどいことを言われたし、上から目線で終始不快だったなどの、こんなはずじゃなかったのにという経験、皆さんにはありませんか？この動画をご覧いただいて、正しい美容師の見分け方を学んで騙されないようにしていただきたいです。なお、このチャンネルでは髪のお悩み解決を中心とした髪型についての疑問、質問、その他美容について発信して、皆様の美容リテラシーを上げるチャンネルとなっておりますので、よろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは動画の方を早速いってみましょう。前提として、 SNS が当たり前のこの現代において、悪い言い方をすると、ビジネスをしている側はお客様を釣りに行きます。これって当たり前のことで、どの業界にでも当てはまることです。ビールメーカーだったら、旬なタレントさんに出演してもらって、くー喉越し最高、あービール飲みたいって思ってもらえたら勝ちだし、日用品メーカーだったら家族の幸せそうな映像を流して自社の商品を PR すればイメージアップになり、購買意欲が上がればいいわけです。美容師の業界も同じです。しかし、サービスを売りにしている我々は少し特殊です。容姿が美しくなれる、可愛くなれるというビジュアル的な外的要因と、髪が毎日扱いやすい、髪のコンプレックスが解消されたという内的要因の2つが存在するからです。美容師によってどこに重きを置くか、お客様にとっても美容室に行ってどのようになりたいか求める部分は違いますからね。ここで注意なのが、とにかくビジュアル重視で、綺麗になりたい、可愛くなりたいと外的要因を重視しているお客様方です。そのような方たちは SNS やヘアカタログの可愛いモデルさん、綺麗なモデルさん、透明感のあるカラーリング、髪質改善でサラサラになってストレートのロングヘア、ビジュアルのインパクトに強く惹かれる傾向にあります。そのため、写真と相性の良い美容師のインスタグラムなどを見て、このモデルさんみたいになりたい、この綺麗なカラーをやってみたいと直感で判断してしまうのです。とにかく載せているヘアスタイルがモデルさん、インフルエンサーさんのみの美容師さんの場合要注意です。友達、知り合い、ギャラを払って撮影をさせてもらっているという可能性が非常に高いです。ですので、美容師目線からすると、実際に担当しているお客様を載せている美容師さんがおすすめです。その方が自分でちゃんと切ったというのが分かりますし、信憑性が高いです。それから気をつけたいポイントは、持っている可能性を考えて、新規何千人とか売上何千万とか数字を出すのは、消費者に私はこれくらいすごいという心理的効果を与えるためです。正直、実力のある美容師さんって、そんなに数字をアピールしなくても予約埋まってますし、必要ないですので、わざと売上いくらとか新規何百名とか言わなくても良いんです。新規何百人何千人呼べてますって裏を返すと、既存のお客様の予約がないってことですからね。それから、自信満々にアピールする描写、例えば〇〇の神様とか、僕だけにしかできない〇〇とかって、それはお客様が決めることであって、自分で言うことではないですね。常に謙虚で低姿勢の美容師さんの方が絶対に満足度は高いです。最後は口コミに関してです。これは昔から難しい問題で、しっかりとその書かれてる内容を見ましょう。誰でも思いつくありきたりな内容ではなくて、その美容師さんの具体的な技術、接客、人柄が書かれているなら信憑性が高く、逆にありきたりな表現だったり、当たり障りのない内容でしたら、自分たちで桜として書いている、誰かにお願いして書いてもらっている可能性があります。いずれにせよ、自分が美容室に行ってどのように変わりたいのか、そこと照らし合わせるのが良いでしょう。初めて行く美容室だったり、久しぶりに美容室を変えるって、とても勇気のいることですよね。皆様が新しい美容室に行く時の判断基準に活用していただけたらと思います。今回は詐欺美容師撲滅、正しい美容師の見分け方という動画をお送りしました。動画が参考になったという方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタンで応援していただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。